ようなことを言われておりましたが、本当にその通りです。どうぞ皆さん、原発なしで今暮らしておりますこの状態を続けていこうではありませんか。原発、限界原発の再稼働、最も反対です。大井原発でも再稼働少々としておりますが、もう非常に危険であることは皆さんがご承知と思います。北九州市民の皆さん、すでにご存知と思いますけども、本日未明最後まで運転を続けていました利根川原発が止まりました。これで日本にある50基すべての原発が運転を止めたことになります。皆さん、私たちはこれまで原発がなければ日本の電力は賄えない、そういうふうに政府や電力会社から脅されてきました。しかし今すべての原発は止まっております。何ら私たちの生活に支障をきたすことはありません。原発の再稼働を狙う政府や電力会社はこのまま止まったままでは、この夏関西で 17% の電気が不足する、あるいはここ九州でも 3.5% の電力が不足する、そういうことを未だ主張しております。しかしながらこれも全くの嘘であります。関西電力が示しているその需給計画、あるいは九州電力が示しているそれにも、揚水発電が100万キロワットを超えるレベルで稼働しておりません。九州電力はこれまで宮崎県の綾町の商用樹林を破壊してまで小丸川に揚水発電所を建設してきました。その建設費用は送電線も含めて2000億3000億という、私たちの電気代から私たちは何不自由困ることはないのです。エネルギーは最も重要なインフラであります。原発がなければ日本の産業が停滞する、こういった声が聞こえます。しかしこれも全くの嘘であります。原発がなくてどうして日本の経済が停滞するのでしょうか。電力を安定的に供給するのは電力会社の義務であります。その義務を果たすからこそ、電力会社はこれまで地域独占が許され膨大な利益を保障されてきました。東京電力の1年間の予算はオーストラリア一国と肩を並べるほどの予算であります。そういうお金が私たちの電気代から捻出され、そして好きなように施設を増やし利益を上げてきました。その結果が福島第一の原発事故であります。原発の危険性は以前から否定され、その安全強化を度重なり指摘されてきました。しかしながら東京電力は津波についても地震にその対策についても何らまともな対策を取らずに、あのベント管ですら国はありません。まさに埋め捨てる、それが国の方針であります。これまで原発内で生まれる放射性廃棄物は100ベクレル以上は放射性廃棄物として厳重に管理保管がされてきました。そして六ヶ所村にある低レベル放射性廃棄物貯蔵センターに埋設し、
100年、200年という単位でしっかりと放射能がどうなっているか管理をする、そういうことが行われてきます。高レベル廃棄物についてはガラスに固め、地下300メートルの地層に埋め捨てる。しかしながら六ヶ所村の再処理工場はそのガラス国家すら製造できておりません。それが日本の技術であります。そういう状態の中でこの膨大な死の灰を、放射性廃棄物を一体どう管理処分するというのでしょうか。原発は止まってもまだまだ多くの課題が残されています。このまま再稼働を許さず原発を廃炉にする、廃炉にする中で放射能が私たちの生活環境に漏れてないようにしっかりと管理をしていく、このことが最も重要なことであります。しかしながら福島の事故のように膨大な瓦礫が発生し、政府はその瓦礫の一部を広域処理としてここ九州にも沖縄にも運び出そうとしています。まさに日本国中を放射能で汚染させる、そういったことを政策として強行しようとしています。日本国中が放射能で汚染される、その先は一体どういうことが待っているのでしょうか。年間100ミリデブイシーベルト以下は安全である、健康に被害はない、そういったことを主張している学者がおります。しかしながらチェルノブイリの現状をご存知でしょうか。高レベルの汚染地帯からは強制的に移住をさせられましたが、多くのウクライナやベラルーシの国民が低レベルの汚染地帯で生活を余儀なくされています。それはまさに福島の現実がそうであるように、そこに人々は暮らさざるを得ない。しかしながらその結果さまざまな病気が増えております。そして甲状腺がんだけでなくチェルノブイリ膀胱炎、膀胱がんというがんも23年目以降明らかに放射能の影響であるということが国際的に承認されております。しかしこういったがんがチェルノブイリの放射能の影響であることが国際的に認められたからだといって何になるでしょうか。それ以前から明らかに放射能により多くの国民が被害を受けている、命を奪われている、そういう現実が現にあったわけです。今低レベルの汚染地帯に暮らしている人々が今後どうなっていくのか、それは最も気がかりなことではあります。それと同時に放射能で汚染された瓦礫を、放射能がそれほど降っていないここ九州で燃やすことが一体どういう影響を与えるのか、そのことを皆さん真剣に考えてみてください。北九州市は瓦礫を 10% 混焼するから放射能はほとんど検出されない、そういうことを言っております。しかしながら確かに 10% 混合ではそこから出てくる放射能は微々たるものです。しかし総量としては膨大な量の放射能が燃やされることになります。結果として北九州の町に放射能が大量に排出される、その事実に何ら変わりはありません。放射能はどんなに微量であっても私たちの体に被害を与えます。たまたまがんにならなかった人もいます。病気にならなかった人もいます。しかしたった1回の被曝でそれが病気になることがあります。がんになることがあります。これはまさに宝くじであり
誰がそれを引き当てるか分かりません。私たちはそんな不安の中で生活をしていかなければいけないのです。どうか皆さん、今日原発全てが止まりました。これ以上の放射能の汚染を広げるのはやめましょう。今から私たちがすべきは、止まった原発を全て廃炉にしておく。その中で放射能の廃棄物、死の灰をしっかりと管理し、チェルノブイリの被害、福島の被害を二度と繰り返さない。福島の放射能を日本中にばらまかない、そういったことをしっかりと共通認識としてみんなでやっていきたいと思います。今日この日を、まさに原発がなくなった、日本からなくなった日の第一歩として、全ての原発を廃炉にしていく。放射性廃棄物も、しっかりと後世の世代に負担を負わせないように管理をしていく。そういうことを責任ある世代として実現させていかなければいけないと考えます。このまま原発を再度再稼働させずに、一日も早く廃炉にしていく、そういう声を一つにまとめ、九州電力に届けていきましょう。関西電力の大井原発の次は、四国電力の伊方原発の再稼働が迫っております。大井が動かなければ四国を動かそう、そういうことが目論まれています。伊方原発は北九州から120キロ、30キロの地点にあります。太平洋、日本海ではなく瀬戸内という内海に面しております。東北地方を襲ったあの大地震、まさに千年の一度というふうに言われておりますが、今日本を真っ二つに割っている中央構造のまま再稼働を許さず、一日も早く廃炉にしていく、そのための決断が求められています。原発がなくても電気の心配をする必要はありません。皆さん、今日原発からさよならする第一日目であります。このまま全ての原発を廃炉にしていきましょう。これから全部が全部。
か誰か分かる、すぐ誰か分かる、あ声怪しいですその国内一般の皆さん、今電波は全部詰まっております。日本上の54機の電波、私たちは電波となって暮らしたいと、30年、40年ずっと反対してきました。現在本当に原発なしで暮らしていくわけです。どうぞ原発なしでも暮らせるんです。私なんか廃線までは電気といえば庶民の暮らしの中にはアイロンも持てないし、ただ薄暗い裸電球だけやったわけですが、まあ、戦後このように世の中変わって電気なしでは暮らせないというような観念が皆さんに染みついてしまっておりますけれども、原発使わなくても世の中なしかなるわけです。この原発の恐ろしさ、今回の昨年の3月11日の震災から原発の大きな事故、チェルノブイリの事故よりかもっとひどかったかも分かりません。そういう事故に遭遇して本当にもう原発なしで暮らしたいと思う人たちがたくさん増えてきました。で、現に原発なくてもいろんな代替エネルギーは行われております。私がこの原発の恐ろしさを知ったのは30年前ですけれども、当時私たちはラクト動員で物理とかも勉強させられなく、国の戦争による政策により勉強させられなかったわけですが、そういう講座がありましたので、それに行きまして、まあ、本当に放射能というのは世界で唯一被爆国である日本には原爆の怖さは放射能の影響であるとあるぐらいのことでよく分からなかったわけですが、放射能の目に見えない放射能の怖さというものを知り、それからそういう怖いもの、私たちにしてみれば、まあ、これに今みたいに電気をそれほど使わなくたって暮らせるとその体験がありましたけれども、使わなくていいのにという思いから原発なしで暮らしたいと、原発の増設やプルサーマル、また最も恐ろしいプルサーマル導入に反対してきました。現に日本にあれだけ安全神話と言われるように、安全だ安全だと言ってた日本の原発は最も安全でなかったわけです。それで今は原発なしで暮らしたいと思っている方はたくさんいらっしゃいます。ここで思い切って原発全部原発止めようではありませんか。原発止めたとしてもすぐすっきりするわけではありません。原発を止めてもその時期に30年かかるわけですから。だけど普通という最も怖い原発の核爆弾の元になるプルトニウムなどは2万4000
8年もの時間が経ってやっと半減期と言われる半分になるわけですから、まあ、実に怖いものです。2万4000年という年数を遡って考えても自分の歴史からはっきりわからないような歴史をしてきた2万4000年です。今日本中の原発は綺麗に止まっております。現在私たちが願っていた原発なしで暮らしたい、この状況が行われているわけです。現在日本中の原発は皆止まっております。どうぞこのまま原発なしで暮らそうではありませんか。そこで原発なしで暮らせるということを皆さん自信を持って考えてください。ご通行中の皆さん、今日本は原発が全然動いてないよ。ないわ。そのことはご存知と思います。九州市のどのくらいの人がそのことを知っていたと思われるでしょうか。
はい、どうも。ゴールデンウィーク、みんながいろいろと気ぜわしい最中に、ホームページの知らホームページ上に載せることだけで、検討会をやったという形だけを整えようとしています。その検討会のメンバーは、どのように見ても、原発推進派の人たちです。今、北九州市では、宮城県からの震災瓦礫を受け入れようとしているということ、そしてそれを試験焼却しようとしていることを、ぜひ皆さん、心に留めてください。震災瓦礫は放射性物質だけではありません。化学物質、霧、ガス、いろんなものを持って、秋田九州のものを燃やしてもそういうことは出てきますけれども、放射性物質っていうのは秋田九州ではまだまだ少ない状態で住んでいます。そこに改めて持ってきて汚染する可能性のあるものを持ってきて燃やすということはどんなことなのかをぜひ皆さんぜひ考えてください。いろんなことを理解してそれでも現時点の人がかわいそうだからかわいそうだからって言って持ってきてもいいっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。でも放射性物質はかわいそうだからといって持ってきていいものではありません。宮城県の多くの人も宮城県の行政の方も北九州市の方で受け取ってほしい受け入れてほしいという要求を具体的に出しているわけではありません。ぜひいろんなことを知って今北九州市が進もうとしているこの歩みをぜひ地元問題として考えてみてください。お願いします。今日は46年ぶりにこの日本の中で原子力発電で電気が作られてない日です。42年ぶりです。去年事故があった後原発を止めたら電気がなくなると多くの人が思っていた。でも今現実に原発が止まっても私たちは電気が足りなくなっているとは実感することはないと思います。そうなんです。原発が止まっても私たちの電気は足りなくなるということはありません。去年原発が止まったら電気がなくなると思っているのと同じような感覚で私たちは震災瓦礫がどのように危ないものなのか簡単に受け入れてはいけないものなのかを知らないと思います。まず自分ですが知らないことを自分が知らないことを考えてみようではありませんか。北九州市の市議会で全員一致で震災瓦礫受け入れが OK が出ました。何人かの市会議員の方に接することがありますけれども市会議員の方は放射性物質を震災瓦礫を持ってきてこちらの方で焼却するとどのようなことが起こるのかということを具体的にしっかり勉強なさっているわけではありません。知識もなしに政治的判断で持ってきて焼却していいものではありません。ぜひ皆様お願いします。配ってますチラシを読んでください。このチラシは長い間反原発の運動をしてきて去年の原発事故の後10年ぶりに放射線の測定室を開かれそしていろんなことを考え続けている人がみんなに分かりやすいように作られたチラシです。可愛らしいイラストも入っています。よく分からない人でも理解しやすいように苦労して作られたチラシです。お願いします。ぜひ人と目を通して読んでみてください。
私たちは今生きている私たち、そのことだけを考えて物事を判断してはいけないんです。私たちの後に生まれ、その後に生まれた人が学びたちのためにも、今どの道を選ぶかは私たち一人一人の判断にかかっています。一人一人の判断にかかっているということを、北九州市のみんな、北九州市役所の方に協議をしてください。あまりのたくさんの瓦礫の問題について、市役所は電話対応がうまくできる特設の電話番号を設けています。582-2411 です。ここに電話していただいたら、震災瓦礫のことを、いろんなことを聞いてくれます。皆さん、ぜひ反対、賛成ではなく、どうなっているのかということをまず問い合わせて聞いてみてください。北九州市役所がどのように考えているのか、093-582-2411 です。明日から朝9時から夜夕方5時15分まで、機会であれば24時間の方の電話番号を忘れなくてごめんなさい。電話できますので、ぜひ皆さん、賛成、反対ではなく、どうなっているのか、ちょっと電話して聞いてみてください。今、私たちが自分の思いをどんなふうに考えたによって、この北九州市がどのようになるかが決まっていきます。持ってきて燃やしたら、放射性物質は物質ですけれども、拾い集めることはできません。だから国はセシウム134と137を測りますって言ってます。だけども、放射性物質は虫の数ほどあるんです。すごく怖いものも含まれているはずなのに、そのことに関しては全く触れません。入っているのか入ってないのかもわからない。燃やしてフィルターでそれを捕まえることができるかどうかもわからないのに、持ってきて燃やすと言ってます。ぜひ反対しようではありませんが、ぜひどういうふうなことをやってどのようにしていこうとしているのかということを、市民の多くが理解するまで、この試験焼却をストップしてほしいということを、皆さんぜひ考えてみてください。お願いします。北九州市はただいま宮城県の方からの震災瓦礫を持ってきて、北九州市の干上がり新森の2つの工場で焼却試験をやろうとしています。放射性物質は燃やすということはやっちゃいけないものです。放射性物質は何もしないでそのまんまを土の中に埋めるっていうのはベストな方法です。いろんなところに持っていってばらまいちゃいけないものです。そう、糸分から持ってきてわざわざ燃やして、どんな被害が出るかもわからないものを試してやってみるっていうこともやってはいけないことだと思います。皆さん、ぜひ北九州市の方に、賛成反対ではないけれども、それはどういうことなんだろうかということの問い合わせをぜひやってみてください。市民の多くが気に留めている、勝手に決めないでほしいと思ってるっていうことの意思表示を、今回このことに関して皆さんぜひやってくださいますようにお願いします。今日は42年ぶりに日本国中原子力発電で作られた電気が流れていない日です。いろんなところでいろんな催しがあってると思いますが、今日北九州市小倉駅前でも多くのメンバーでチラシ配りをやっています。ただ単に原発が止まったことを嬉しいと言えればもっと良かったんですが、ただいま北九州市は
宮城県からの震災瓦礫を受け入れようとしています。5月1日に北九州市は20人のメンバーを指定して瓦礫を受け入れて、受け入れるということはどんなことなのかということを判断する検討会というのを開きました。皆さんニュースなんかでご存知かもしれませんが、こういう検討会があるということを皆さんある前にご存知の方はほとんどいらっしゃらなかったと思うんです。でもこれだけ危ないことをやろうとするのに市民の多くが知らないままやってしまうという、こういう北九州市の態度、そのことにもこの実際の危なかった人が逆に分かるような気がしませんか。皆さんどうぞ093-582-2411 この電話番号に被災瓦礫のことを電話して聞いてみてください。お願いします。出身の皆さん、ご存知のように本日最後まで運転を続けていました北海道電力の泊原発が運転を停止しました。これにより日本で動いていた全ての原発が運転を停止しております。私たちは今日まで原発がなければ電力の供給ができない、電気が止まってしまう、あるいは戦前に戻るのか、そういった脅しをかけられながら原発を強要されてきました。しかしながら今全ての原発が止まったままでも私たちの生活に何ら支障は来ておりません。九州電力は今年の夏、原発が止まったままだと 8.5% の不足が生じる、そういうことを未だに主張しております。九州電力が一体どれだけの過剰設備をお持ちかご存知でしょうか。既に唐津火力、あるいは無線火力、猛暑に見舞われるならば電力は足りなくなる、そういうことを言っておりますが、このピーク電力というのは8月のわずかに2日あるいは3日ある程度です。お盆明けの8月16日17日企業が一斉に電気を使用する13時から16時、わずか3時間、ほんの少し電気が足りなくなる、それが電力が不足するという中身であります。1年のうち、わずか2日あるかないかの、そのピークのために、危険な原発を動かす必要など、どこにもありません。その日のピークカットさえうまく調整できれば何ら電力を不足することはありません。あえてそのことをしなくても、なおかつ九州電力は過剰な発電設備を持っております。10年前宮崎県の綾町に小松川浄水発電所を建設しました。この発電所の建設は綾の総流域自体を自然遺産にするための
運動が取り組まれていましたが、九州電力はそれより高いし巨大な越冬軍を綾の橋に建てました。200万キロワットの発電設備を持つ熊野川揚水発電、それだけの犠牲を払ったこの発電所が今年の夏の稼働率 50% 前後になっております。揚水発電所というのは上ダムと下ダムがあり、下のダムから水を汲み上げるだけで昼間電力が必要な時にいつでも発電できます。そういう能力がある揚水発電所を稼働率 40%、50%、そういうところでしか計算に入れていない。これが九州電力の言う電気が高いという中身であります。それさえきちっと普通通り稼働させれば、今年の夏が2010年度の猛暑であったとしても、何ら問題もなく乗り切ることができます。政府や電力会社が言う電力が足りないという脅しに騙されてはいけません。さまざまなからくりが今でもまだたくさんあります。今日全ての原発が止まりました。しかしこれから全ての原発を廃炉にしていくという大変重要な仕事が待っています。電力会社には原発を動かすのではなく、しっかりと廃炉の手当てをしていく、そして厳重に管理保管されております。しかしながら福島原発の事故以降、この100ベクレルという基準はいつの間にかなし崩し的になくなってしまいました。まさに800ベクレル以下ならばどこでも埋め捨てていいというとんでもない環境省が作った法律がまかり通っているのです。この800ベクレルという放射能が埋め捨ててもいいという100ベクレルになるまでに一体どれだけの時間が必要でしょうか。北九州市は瓦礫を燃やした灰を若松期の埋め立て地に埋め捨てようとしております。この埋め捨てられた死の灰は200年経たなければ元の姿に戻りません。一旦若松に埋めたならば再び若松の海が元に戻るのに200年という時間がかかる。そのことをしっかりと考えなければいけません。それがまさに放射能であります。いくら福島の事故で大量の放射能が放出され、瓦礫が大量に発生したからといって、その瓦礫を汚染のないところに持っていき、そこで燃やし、日本国中を放射能で汚していいのでしょうか。たとえ微量であっても放射能は人体に悪影響を与えます。たまたま病気にならなかった人もいます。しかしたった一度被爆することで癌になる人が出てくるかもしれません。それが放射能の被害であります。北九州市は干上がり工場と新文字工場で放射能に汚染された瓦礫を試験焼却しようとしています。先行的に試験焼却をした静岡県ではまさにそのことによって地域が放射能で汚染されてしまった。そのことを多くの人が悔やんでおります。どうか瓦礫の焼却、このことをぜひ放射能を受け付けない、自分たちの生活に
放射能は落ち込まない、そういうこととしてしっかりと考えていただきたいと思います。すでに私たちの大地はチェルノブイリの放射能で、そして福島の放射能で汚染してしまっております。その上に広域処理として日本国中に放射能で汚染された瓦礫をばらまくことの一体どこに正義があるのでしょうか。福島を一日も早く復興させたい、そういう思いは誰でも同じであります。しかしながらそのことと放射能の拡散とは全く次元の違う問題であります。今日日本国中の原発が全て止まりました。これからはこの原発が生み出した膨大な量の放射性廃棄物をどうやって管理していくのか、そのことを真剣に日本人全てが考えて対処をしていかなければ、いつかその放射能が私たちの生活の中に戻ってくる、そういうことになりかねません。そのことがまさにこの震災瓦礫の焼却と同じものである、そういうふうに考えていただきたいと思います。今日すべて原発が止まりました。これからは50基ある原発すべてを廃炉にし、そして原発を作ってその恩恵を受けてきた私たち世代の責任として、放射能の埋め捨て、そうではなくしっかりと責任を持って管理していく、そういう選択をしていくことが重要だろうと考えます。そのためにも放射能に汚染された震災瓦礫の受け入れ焼却は何としても反対していかなければいけません。どうか皆さんそのことをしっかりと考えていただきたいと思います。今日最後に全ての原発を廃炉にしていきましょう。では皆さん撤退しましょう。それでは中継を終わります。どうもご視聴ありがとうございました。落書き、そして路上喫煙は条例により1000円の過料が課せられます。喫煙は施設